綺麗、すごいな。でもあそこもう戻れないのかな。まあいいか、入ってみましょう。お、下の方に来た。え、これってなんだ。あ、上に上がれる。貝が出してる泡に乗れば上に乗れる。こっからあの土管に入れるとか。お、入れそう。これで沈没船の中に入れる。あ、沈没船って名前だ、そのまんま。チラシがある。航海日誌の1ページがある。読みます。もうおしまいだ。巨大なイカの化け物が襲いかかってきた。あと数分でこの船は沈没してしまうだろう。航海日誌1でもう襲われたところからスタートなんだ。ちょっとこっち行ってみようかな。これは航海日誌？航海日誌の1ページがある。あ、航海日誌1とかじゃないか。航海日誌の1ページか。我々は宝の倉庫に例のイカの化け物を閉じ込めることに成功した。船は宝ごと沈んでしまうが仕方ない。なるほどね。閉じ込められているんだ。あー、幽霊じゃん、怖っ。しかもこいつテレサと違って、こっち見てるからって止まってくれないわ。やっつけるしかない。強っ。強敵って書いてある。あいつ強いんだ。あいつを集中砲火だ。やっと倒した。強かった。今聖水もらったぞ。聖水さ、確かさ、これこれこれ確かね、幽霊をイチコロで倒せますっていう説明なんだよね。だからこのアンデッド系の敵には一撃で効く？あ、やったー！しかも当たりが出たのでもう一個だ。やったーやったー。じゃあもう一個使っちゃおう。嬉しすぎる。一匹だったら倒すの楽だからね。なんかさ、ここへ来て敵がすごい強くなってきた感じがしてさ。倒すと意外と聖水がもらえるからちゃんと使ってこうね。航海日誌もう1枚見つけました。倉庫をうかつに開けられないように6つのキーワードで鍵をかけておいた。さらにキーワードを6つのヒントに分けて。分けて何？ち行ってみます。みんなアンデッドだ。カロン全然倒れないんだけど、何これ。大変、全然瀕死にならない。一旦逃げて。ダメか、踏んでもダメだ。なんだこいつらは。うろうろしてるだけで。ああ、こっち来た。来るよね。これ話せるの？返事がない。屍のようだ。これはスクエアエニックス と思ったろ。うわぁ、起き上がった。やめて。何？何？どうすんの？じゃあさ、やっぱりこのカロンはさ、聖水で倒すしかないのかな？倒れた倒れた。いくら殴ってもさ、攻撃当たってるんだけど全然倒れないんだよね。でも聖水だって大事だからあんまり使いたくない。大切にしなきゃ。航海日誌。6人のヒントを解かないとわからないようにしておいたが、6人がバラバラに考えたので我々以外開けられないかもしれない。6人。6人からヒントを聞き出す感じなのか？ここなんかありそう。あ、おお、あった！やった！なんだこのネズミたちは。おお、この宝箱。お、コインがいっぱいもらえる宝箱。でもって、あ、こっちに行けるのね。
なんだあいつら、こっちに来ないぞ。なんだ、でも倒さないとあのドア入れないみたいだな。よし、じゃあ3人技使おう。イリヒアファイアビッグボム。あ、かわいい、クッパのやつだ、クッパの乗り物。え、かわいいかわいい、なんだこれ、すごっ弱点なんだこれ。あ、そっか、でもさ、ビリヒアファイアだから全部あるもんね。すごいな、強かった。なんか上飛んでる、パタパタ。え、あれどうやるんだ、あれなんだ、あ、なんか今鉄球降ってきたけど、これどうやる、これ違うよね、ん、どうするんだこれ。え、あれどうやって踏むんだ、このパタパタ、なんか意味あるパタパタ。でも全然このパタパタと戦うこともできないし、しかもマリオがいる方に来る、こいつマリオがいるところふわふわ飛んでる。これ使うんだろうな。え、どうするんだ、他の部屋も入ってみないとわかんないかな。ちょっと一旦出るか。なんだ、なんだ今のは。よし、門番を倒したぞ。またなんか不思議な仕掛け。あ、止まったり動いたりするの。どこで止めたらいいとかわかんないけど。あ、あー、そういうこと？なるほど。これを止める場所はなんかあってたな。ちょっと遠いか。この辺？あ、いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？やった！やった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 ！なんか見つけた、なんか見つけた。探検隊のインディゴのメモ。点々のついた音は一つだけだ。これさ、読み返せるかな？読み返せない。大丈夫かな？いざとなったらネットで調べるか。点々のついた？なんだっけ？ 3つ？ ちょっと待って。あれ？門番いたけどスッと行けた。あ、迷路？立体迷路だってここ。わかるか？私に。この私にわかるわけなかろうもん。絶対迷子になる。迷子になって出られなくなってパニックになりそう。そもそも、え、これどこ目指す？もうすでにちょっとパニックなんだけど。狭いとこさ、苦手なんだよね、ちょっと。怖いな。あ、なんかちょっと奥に進んだな。ジャンプ必要っぽいな。あれ？あれ？あ、あ、なんか高いとこにいるぞ。こっからなんか出てこれたな。え、あ、あ、わかんないわかんない、通れない、怖い。ちょっと待って、待って待って。この辺から、ああ、下に落ちちゃう。下に落ちてもいいのかな？なんか内側に入ったぞ。あー、ここに登ってきただけか。お、なんか上がってる、上がってるな。あ、こっち側に出てこれた。やった、クリア。やったやった、嬉しい。ロイヤルシロップ。第二探検隊インディゴ2のメモ。すが頭、すが頭。あ、これ怖かった、この立体迷路。気持ち悪くなりながらやったわ。で、ここ溶けてないんだよね。あー、そういうことか。パタパタがこう飛んでくるときにあの鉄球を落っことすから、ここに落としてもらうんだ。わかったぞ。ちょっと何回もやる必要あるかも。まずここに立たせるじゃん。うんうん。こ
ここに立たせて、まあ、この辺に立たせた方がいいか。で、こう。よし、やったー、ゲットゲット。冒険家インディのメモ、蚊がどこかにある。何もわかんないんだけど、全部忘れちゃった。巣が頭、蚊がどこかにある。でも今みたいな感じで6部屋を見て回ればヒントが手に入るんだね。え、ここ降りられないな。あ、降りられないのか。こいつやっつけないとか。聖水で追い払いましたって言おうと思ったらさ、普通に動き出しちゃったじゃん。おお、焦った。こっち行くと下に行けるよね。で、これ倒さなくても中に入れることが分かったから。え、あのコイン何？え、これ何歳？どこ行くの？取れた取れた。あー、取れない取れない。これコイン取りながら追いかけていけるのかな。追いかけていったけど、でっていう感じになったな。あ、何だったんだ今のは。6つの部屋があると思ったのに。あ、大砲、大砲の弾が出ますね。あ、もう押せなくなってる。この箱どうするんだ。大砲どうするんだ。あ、なんか分かったぞ。やり直し。大砲出して、こういうことだよね。あー、やばい。むずいむずいむずい。スピードと正確さが求められる。よし、できた。緊張した。第4創作隊チャレンジのメモ、最後の文字は「ん」だ。最初が「す」で最後が「ん」。「か」がどこかにある。通れた、優しい。今度はなんだ、これ踏むだけでいいのかな。あれ、ダメか。なんだなんだ、ん、なんだなんだ。あ、キーワード6、キーワード1、カサアチス。これ選べってことかな。スが最初のやつ、選べで合ってる。これここに張り紙あるぞ。キーワードを決めたらここに家選ぶんでしょう。巣が頭にあるって言ってたのに、巣が頭にあるやつがないぞ。あ、これ動くのか。これなんだ、これ最初の文字ってことかな。でも「ん」が、わからない。なんか行ってない部屋とかないよね。そしてこれも、これ何でしょうか。大丈夫かな。うん、コイン一瞬で全部取れた場合は関係ない。これコインがある部屋かな。この部屋のことちょっと気になってるけど、ただコインがあるだけの部屋なのかな。今1048コインで、これ増えてんのか。増えてないよね。増えてない増えてない。じゃあこれなんか表してるコインなのかな。やった！これさ、消える前に全部取るっていうのがヒントなのかなと思ってやったよ。創作隊オニキスのメモ、ゾはクの前にある。クの前、ゾク、あ、じゃあ、ゾク、ゾクってなってるってこと？海賊みたいなことかな。これで全部のヒント手に入れたと思ってるけど、大丈夫かな。あー、なんかわかった。わかってないけど、これを選んだらさ、ゾってここに
言うのかな。カサゾゾリン、絶対違うよ。違います、すいませんでした。これ選んでるってことになるのかな。カサゾゾリンってなってるよね。そこのカッコ、墨カッコで囲まれてるのが選んだひらがなってことね。わかりました。そしたらさ、んが最後ってなってた気がするか。まあ、んが最後でよくて、すが最初でしょ。で、かがどこかにあるって言ってて、族はここかな。あ、そうだな。族はここだな。族って続けられるのはここの2箱しかないから。こことここがわかんないな。あ、でも「か」があるのここだけだ。その消去法大丈夫かな。「す」なんとか「ぞく」「かん」、あ、水族館じゃない。ヒントはあんまり参考にできてない気がするけど、水族館じゃない。そしたらちゃんとした、うんうん、やったー、正解だ。通してやろう。ただし俺様を倒してからだ。あ、戦うことになりますよね。出てきちゃった、出てきちゃった。ちゃんとヒントをさ、なんかメモしておけばよかったな。イカの足が3つある。これ本体出てきそうだね、そのうち。とりあえず普通に攻撃していって、あ、でもさあ、ファイヤー効くかね。100点だ、やっぱり。電撃ビリリを使うか。あ、クッパがどっか行っちゃった。そんな。弱点強いな、ファイヤー。ああ、クッパ怖くなっちゃってる。回復してあげようかね。普通に殴ると結構強いな、相手。防御力高め。あ、でも倒せたっぽい。でも全然足出てくるよね、多分ね。そうだよね。ファイヤーボールでも十分めちゃくちゃ強いな。あー、マロが連れて行かれた。マロお帰り。恐怖になってるな。ここで本体出てきそう。あー、やっぱり。え、結構結構グロいな、なんか顔が。じゃあバトル中の病気をリフレッシュします。これ使ってみるか。恐怖に効くかな、これ。リフレッシュはした。あ、当たりが出た。ありがとう、ありがとう。そしてマリオさんはファイヤー攻撃をしてください。あ、これ何、いっぱいいるの。これ1匹に見えるのに敵3匹なの。一応タコツボゲッソウ、イカの足、イカの足。これなんか真ん中のやつやった方がいいかな。またマロどっか連れてかれた。そしたら3人技使おう。なんかみんな毒になってたり恐怖になってたりすごいけど。で、3人技スターライダースをタコツボゲッソウにやって大丈夫だよな。どうだ、聞いてるけど、いっぺんにさ、あの3体を攻撃しないといけないとかなのかな。え、マロ死んだ。やばい。でも73って強いな。恐怖ってああいう防御とかも全部ステータスを下げちゃう感じなのかな。復活させました。そしたらタコツボゲッソウだけじゃなくて、イカの足、周りのイカの足も攻撃していこう。またさらわれたジーノ。これさ、恐怖防ぎバッチとかみんなつけてたら楽だったのかな。恐怖にめちゃくちゃなるからさ、しんどいな。でも直さずに殴っていくしか。あれ、あ、でも1匹いなくなってるぞ。イカの足がいなくなってるぞ。ちょっとずつ倒していく。ああ、倒せてる、倒せてる。
すぐ恐怖にしてくるからもう普通に戦うしかない。リフレッシュジュース足りなくなっちゃうよ。あーでも攻撃力が弱すぎる。みんな12とかじゃん。スペシャル技を使っていきましょうか。あ、倒したかな。わあ、全員恐怖になりながらよく頑張った。 FP0 だしよく頑張ったね。みんなレベル上がったわ。そして出てきたけど、でもさ、なんか海賊のなんとかジョーンズっていうやつはなんだ、そいつはまた別？イカはイカでいたけど、もっと強いやつがいるってこと？あ、でも全部回復してる、よかった。なんだ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 こいつら。当たらないように行ってみる。これ下にも降りられるのかな。降りられた降りられた。でも下から上に行くことはできなさそうだ。ネズミがいっぱい。あー、ここなんかまたり、あー、びっくりした、敵いるんだ。敵いたんだ、焦る。この上にはどうやって行くんだ。あ、行けた行けた。なんか下にネズミがめっちゃこっちに向かって歩いてきてる。なんかなんだなんだあいつは。これ向こう側行けないのか。ここ通って行くとかかな。え？え、怖いよ。何これ、怖いんだけど。しかも隠し宝箱ある。あ、あった。え、私はジャンプしてるけど、あのマリオはジャンプしたりしなかったり。何なんだお前、話す。え、怖い、やめて。これジャンプしても全然何も。どうやってあそこに乗るんだよ、わかんないね。マリオの上に乗らなきゃいけなかったのかな。倒しちゃったからな今。カロンがいっぱいいる、怖い、やだやだ。こんなとこどうやって入るんだ。あ、こいつ、あああ、怖くなっちゃった、怖くなっちゃった。クッパ、なんかさっき覚えたこれ使ってみようかな。毒ガスモクモク、これ敵単体にかな。あ、全体にじゃん、やった。 L をグリグリするとダメージが増えるぞこれ。あ、増えたかな、これで。おお、あれ、こんなに強い。ダメージ見てなかった、マジか、すごいな。あ、でもさ、カロンってやっつけられないんじゃなかったっけか。強敵ってなってるから集中砲火してたけど無駄だったかも。お、キノコありがとうございます。ここってさっき来たような気が。違うっけ。そうだよね、なんかさ、こんな、え、あそこさっきアイテムボックス宝箱開けたよなと思ったんだよ。なんだろうなが隠れてる、強前出会ったことがあったのはなんだろうってやつだったな。死んじゃったしね、マーロが死んじゃったよ。ピーチに入れ替えてみました。敵単体を眠らせちゃう、これ効くかな。やってみよっか。 L をクリクリすると全体にかかるぞ。え、かわいい羊、無効なんだこれ。眠りはしないか。え、
クリームを放ってきたな。そしたら毒ガスもくもくする。無効ってなってる。ダメージは食らってるけど無効なんだ。3人技使えるようになったぞ。無敵コーラスパイク、スターで無敵になったコーラを敵全体に打ちかませ。いいじゃんこれ、強そう。クッパのコーラが無敵になるのか、かっちょいい。今なんか400って見えたけどすごいな。ピーチは完全にヒーラーって感じだな。一人いるとめっちゃ便利だけど攻撃力が低い。やばい、ピーチが死ぬピーチが死んでしまった。入れ替えるか。すごいよ、二人死んでる。安心バッジ、これ安心バッジってな。え、すごいすごい。沈黙、かかし、恐怖、キノコ、眠り、毒を防ぎます。めっちゃ欲しいじゃんこれ。全員にこれつけさせたい。これみんなにさ、毒防ぎ、違う違う違う、恐怖防ぎバッジ。でも恐怖防ぎバッジはあれか、一つしかない。クッパに恐怖防ぎバッジつけて、攻撃力下がると困るのでね。え、びっくりした。ブッキーにもらったさ、ブッキーの守り、これありがたい反面ちょっと匂うって書いてあって何の効果もないのかなって思ったら、ステータス全部めっちゃ上がるね。特に攻撃力と魔法攻撃力が上がります。これすごいな。でもそれでさ、状態異常回避をおざなりにしていいのかというむずいところ。うん、ピーチにお知らせリングつけておけばいいかな。めったにパーティーに加えないことを考えて、マリオは絶対安心バッジでしょ、クッパは恐怖防ぎで攻撃力下がるのを回避する、でマロはぼんやり防ぎで沈黙になるのを回避。マロ呪文使えないと困っちゃうからね。このメンバーで行こう。結構ちょこちょこアイテム使っちゃっててさ、心配なんだよね。あ、でなんだっけ、この先になんかここ来たような気がするけど来てなかったね多分。なんだろうなが出て、あー来てない来てない。で安心防ぎ、安心防ぎじゃない安心バッジもらえたから来てなかったんでしょう。ここにはん、カエルコインがいっぱいあるけどここには沈んでいけない。水が抜けるのかな、ここもしかして。竜巻があるぞ。